ソ連の有人月旅行計画はアメリカのアポロ計画と並行して1960年代から70年代のソ連において試みられながらついに実現しなかった有人宇宙船による月接近飛行及び月面着陸計画であるアメリカの有人月旅行計画はアポロ計画一つであったがソ連ではお別個の計画として並行して進められていた 月面着陸予定時期は1975年頃を想定していた。1960年代、アメリカ合衆国がアポロ計画を進める一方、ソビエト連邦は有人月旅行計画の存在を否定も肯定もしなかったが、1969年7月にアポロ11号の月面着陸が成功するや、いなやソ連政府は、 友人月着陸の無謀さと無意味さを強調するコメントを発表し、友人月旅行計画の存在を公式に否定した。しかし、実はソ連も1964年以来、政府命令で1974年6月23日に正式に中止されるまで1975年を想定目標時期としていた友人月面着陸計画が存在し、 計画進行させていたことが、ソ連崩壊後に明らかになった。正式に中止命令が出された時点で、有人が通虫船、ソユーズロックと着陸船、LK については、何とか完成させていたリハーサル用、2機が、有人月面着陸用と使用用と確定しており、さらに2機が建造中であった。 打ち上げ実験での大爆発以来、開発の目処が未だ立っていない、運搬手段機材 N-1 ロケットを除き、他はほぼ有人月面着陸に使用できるまで、完成していたにもかかわらず、それらの機体は、スクラップにされた。1969年に、有人月面着陸計画の存在を公式に、否定したのに、なぜ、実際には、 1974年6月23日まで1975年を想定とした有人月面着陸を中止、放棄せず狙い続けていたのかについては次のような推測が有力とされている。月接近飛行計画は1970年10月まで月周回旅行無人ドレスリハーサルが続けられていた。ゾンド7号は 完全無欠の成功を収めたが、ゾンド8号が、機内酸素の仙外漏洩防止、及び大気圏水切り飛行に失敗し、第二回収ポイントである、インド洋に不時着する。結局、L1 計画達成も実現されることなく、1970年10月31日の政府命令により、ソユーズ L1 計画は、正式に中止となった。なお、 1969年、アメリカのアポロ計画による、有人月面着陸達成、ソビエト政府が公式に、有人月面着陸計画の存在を否定後も得る、一計画を継続させた理由として、レーニン生誕100周年を記念して、一回きりの、有人月接近飛行を行うことが立案された、ことが挙げられる。ロシア ISS コントロールセンター1970年だよ。 境に、下り坂になり停滞期に入った、共産党独裁体制下での国家財政で計画を継続させる困難さが増大していったことのほか、チーフデザイナーと呼称され、宇宙旅行の父であるコンスタンチンツ・オルコフスキーの後継者も同然、あるいは旧ソ連宇宙開発の父とも呼ばれたセルゲイ・パブロービッチ・コロリョフの溶接、1966年1月、 結腸癌の治療手術中に起きた事故で死去。彼の技術的性的との確出、後継者の力量不足など、多数の障壁が明らかになっているが、中でも、ソビエト版、サターンロケットとも言える、肝心の超大型、運搬ロケット、N1 の開発、実用化にとうとう至らなかったことが計画を、頓挫させた、最も大きな要因とされている。 N1 ロケットは5段ロケットで構成されるが、下段に行くほど束ねられたロケットエンジンの数が多くなり、3段目は4機、2段目は8機、そして最下部の1段目は実に30機のエンジンをクラスタさせて、高い精度で同期制御させるという技術的命題が課せられていた。スプートニクロケット、ボストークロケット、ソユーズロケット、そして今日に使用されている。 プロトンロケットと同じく旧ソ連ロシアの宇宙ロケットのオイエゲーとも言えるクラスターロケットではあるが旧来から使用していた小水力のロケットエンジンを流用できてより水力の大きな新型ロケットエンジンを開発する場合にかかる膨大な費用や開発期間を考慮せずに済むという利点があったその反面運搬物が重くなればなるほど 水力も比例して大きくさせねばならぬ手前、束ねて同期制御すべきロケットエンジンの機数も増やしていかねばならなかった。N1 ロケットの開発実験では失敗のすべてが30機もの大量のエンジンを束ねている一段目部分に集中していた。これだけの数のロケットエンジンを完全に同期制御させることは現在の科学技術水準をもってしてもかなり困難で、 あり、それを半世紀近くも前、しかも当時の世界の先端を走っていたとはいえ、旧ソ連一国で開発に挑んでいたことの無謀さ、クラスターロケットへの角の執着こそが、同計画の実現を結果的に阻んだと言えるだろう。くしくも友人脱旅行計画の末期に過ちに気づき、より推力が向上された新型ロケットエンジン NK-33 の開発に成功。 同エンジンを大幅に取り入れた改良型 N1、ロケットの開発に着手するも時すでに遅く、N1 回としての性能実験も、ほとんど行えないうちに開発継続は中止となった。ありがとうございます。